川久保式はアメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス生まれのバイオリニスト。レコードレーベルはエーベックスクラシックス。ロサンゼルスに移住したシカギ講師の両親のもとに生まれ、4歳の頃からピアノを5歳の時にバイオリンを始め、ロサンゼルスのコルボーン音楽院でロバート・リプセットに支持した。その後、ジュリアード音楽院に進み、ドロシーリレー、川崎正夫に支持。 1991年公開の米映画、ホーザ・ボーイズにバイオリンを演奏し絶賛される少女、玉木川久保役で出演。1994年、ジョン・ウィリアムズ式、ボストン・ポップス・オーケストラとの共演で、サン・サーンスの女装とロンド・カプリチオーソの演奏がアメリカでテレビ放映された。1995年、16歳の時、リューベック音楽院に留学し、ブロンに指示。 ブロンが、ケルン音楽大学に移るとともに、同大学に移った。1997年、エブリー・フィッシャー賞を受賞。また、初来日公演として、東京国際フォーラムのコケラ落とし公演で、チョン・ミュン・フン式アジアフィルハーモニー管弦楽団と、チャイコフスキーのバイオリン競争曲を演奏した。2001年、第6回、パブロ・サラサーテ国際バイオリンコンクールで、第1位。 2002年、第12回、チャイコフスキー国際コンクールで最高位を獲得した。クリーブランド管弦楽団、デトロイト公共楽団、サンフランシスコ公共楽団等アメリカの主要オーケストラと共演。日本においてもツアー、演奏会を行い、2004年、イデミツ音楽賞を受賞した。チューリッヒ音楽院で、ブロンに支持。2008年、チェリストのエンド理。マリ。 ピアニストの三浦ゆりエだとトリオを結成した。15から26歳まで1707年生、ストラディバリウス、カテドラル。2009年10月現在、1757年生、カルロランドルフィ。2008年7月26日放送 BS ジャパン、バイオリンの聖地クレモナへ。音楽の友二2009年11月号、音楽の友者。ありがとうございます。